ウォーターセブンに行こう。ええ。親父！あいつらも来やがったか。おい、小僧。あ？おめえらウォーターセブンに行くのか。船はあんのか。あ、そういや船。ねえようだな。俺たちの船を一隻貸してやる。そいつを使え。いいのか。ああ、おめえは俺の大事な息子、エースの弟だ。ありがとう、助かるわ。おい、船の面倒を見てやれ。わかりやした。じゃあな、お前とは。ああ、行くぞ、白ひげ海賊団。もうび、うん、生きていればまた会うこともあるか。現実を知ってるとちょっと。みんな、あれ、白いやつ。また消えちまった。いや、あそこだ。また消えちまった。よほほほほ、今度は。アラバスタでは私たちをワフルドの記憶が刻まれたキューブのもとに、今度はどこに導こうとしてるのかしら。一味は謎の少女を追って死。ここは。見て、キューブよ。ここでもまた。触れてみるわ。何が分かった、ロビンちゃん。これはやっぱりワフル神の息吹と天行の塔のことに触れられているわ。神の息吹とは、この世界のあらゆる情報を収集し記憶する装置であることが分かった。神の息吹は天行の塔と一対にして初めてその能力を最大化する。そして神の息吹が集めた情報は天行の塔内部の大昔クキューブに送られ、キューブ化される。キューブってのはもともと情報を保存するためのものだったのか。私はそのことを解明するとともに、神の息吹は自らの意志を持ってそれを行っていることを突き止めた。私？私は神の息吹の意志と交信し天候の制御に成功した。だがいつしか神の息吹に依存しない天候制御の術を得ねばならない。このキューブで分かったことはここまで。この感じ、まるで誰かの日誌のようね。おそらくリタスエルテの日誌ね。リタスエルテ。私の祖先、神の息吹との交流を果たし、空の巫女と呼ばれるようになった研究者よ。リタスエルテはそのキューブにあった通り、神の息吹の意志と交流することで古代のワフルドの民を苦しめていた皇天の制御に成功した。天候制御装置を操って天気を制御していた。ここで触れられている大昔クキューブと天行の塔の中心部にある大型のキューブよ。神の息吹が集めた情報をキューブ化する古代の遺物。キューブの大元ってことか。そうね。でもこれを私たちに見…古代のワフルドの情報、神、私たちがこのメモリアに閉じ込められたことと、これらのことが関連している。
まさか。それがどうつながるんだ？わからないわ。この先に進めば、もっとこの世界からの脱出に、これらの情報が必要なのかさえ、まだ。今は、とにかく前に進むしかないわね。ええ。よし、じゃあ行くか。麦わらさんたち、ウォーターセブンに行くのかい？お前ら、まだいたのか。麦わらさんたちを船に乗せろって親父に頼まれちまったからな。いやー、それはありがたい。ルフィさん、ウォーターセブンまで乗せていただきますか？よし、頼む。じゃあ、俺たちの船に乗ってくれ。本当に、はあ、でも何？どういうこと？着いたな。確かここだったよな、メモリアキューブがあった場所は。やっぱりないわね。じゃあ黒いキューブを探しに行くか。だけどどこを探せばいいんでしょう。アラバスタでは異変の中心であるクロコダイルがキューブを持っていたわ。ここも同じであるなら、起こっている異変の中心に誰かがいて、そいつがキューブを持っている可能性が高い。ここで起きている異変といえば、アイスバーグが拘束されているってことだ。政府の役人がアイスバーグの拘束を告げた。この CP9 ね。でも CP9 がキューブを手に入れてどうするのかしら。クロコダイルはアラバスタを支配していたけど、奴らの望みは古代兵器の設計図を手に入れることだ。ということは設計図を手に入れた。いや、それはありえねえ。ありえねえが。ありえないことも起こる。
ここは壊れた記憶の世界よ。急いだ方がいいわね。望みのものを手に入れて、彼らがここに留まっている理由はないわ。